こんにちは。始まりましたムチムチサウナ。本日はなんと初のビーチに来ております。初を飾ってくださるのは湘南ビーチサウナさんの本日は茅ヶ崎です。嬉しい。そして今ここに耳が出てると思うんですけど、なんと本日は私の大好きな子が来てくれました。はい、はじめまして、こんにちは、はい、木村葉月です。サウナ新車なんですけど、今日は一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ葉月さん、そこでくるって回ってみて、はい、かわいい。これちょっと可愛すぎてまだ入りたくないんだよね。こっち来てよ。ちょっと本当に可愛すぎて、これ今日私が持ってきたんですけど、はーちゃんのイメージに合わせて持ってきたんですよ。完璧じゃないですか。想像通りですか。めっちゃ可愛い。よかった、ありがとう。後々はーちゃんとの出会いとかもサウナの中で話したいと思うので、早速サウナ見てみますか。皆さんビーチのサウナがどんななのか行きましょう。はい、はーちゃんが可愛くてなかなか撮影がスタートしないんですよ。入ろう、入ろう、入ります。初デートサウナ、やばい、待って、やばい、やばい、やばい。ここからでももう熱気が100度あるんじゃないのこれ。すごい熱気が。めっちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。多分これ立ってるところはめちゃくちゃ温度高いですね。今低めにしてくださってるみたいなんですけど、めっちゃ高いです。これで低めなんだ。うん。そしてロウリュもあります。はーちゃん、ロウリュは知ってる？かけるやつ。あ、知ってるんだ、うん、やったことある。 あるんだ。そうそう、だから後でかけてみよう、うん、これすごいね、食べる気起きなくない？いつも喋るの気づいちゃった。喋、うん、りたくなくなっちゃう。いつもめっちゃ喋ってんのに、ね、めっちゃベラなの。ベラ？ベラって何ですか？結構あれいっぱい喋る人。しゃべらとか言う。え、方言かな。しゃべらだなとか言わない？方言だ、茨城なんですけど。しゃべらだな、めしゃべらだな、おめしゃべらだな。言われるよく。かわいい。もうさっきからマナがめちゃめちゃデレデレしてるんですけど、はーちゃんは出会ったのは、はーちゃんが7歳で私が14歳とか13歳ぐらいの時で、すごいファンで7歳のはーちゃんに会いに行って、イベントで、うん、はーちゃんはそのイベント会場で床でワニさんって言って、ワニさんやってて、で差し入れ何買ってったらいいですかねとか言って、中学生のくせにめっちゃ大人ぶって、うん、色鉛筆とじゃがりこいっぱい買っていって、好きだったよね、うん、でなんか差し入れして7歳の女の子に14歳がめちゃキモいよね今考えたら。確かによくね、14歳の時に7歳の女の子会いに行こうと思ったんですよ。で今27歳で20歳なんですけど、だから何年の付き合い？14年とか、ほぼ私の芸歴と同じぐらいの付き合い。やば、7歳の頃とかさ、可愛い子ってさ、大人になったらさどうなるか分かんないって言われてるじゃん、うんうんうん、お顔変わっちゃったりするから。はーちゃんは1ミリも変わってない。私変わってない、うん、よかった。天使ちゃん、はーちゃんはサウナさどのくらい入ってるの？いつも、うん、10分入って休憩して。あ、えらい。水風呂入ったことある、うん、えらい。でも今日水風呂じゃないんだよね。そうなの、いいとこ言ってくれたわ。今日はなんとね、うん、水風呂が海なんですよ。すごいことじゃない？すごいのよ。めちゃめちゃ気持ちいいと思う。受けるらしいから。受ける？受ける。あ、受ける？うん、受けんのかな、うん、受けないんだけど。ちょっと浮き輪買ってこようかなって。そうかもね、うん、すぐ買ってくる。受けるかな。受けるらしいよ、楽しみだね、うん、なんか普段の水風呂だいたい15度とかさ18度なの、うん、今日は海水が上位20度ぐらいということで、うん、結構長いこと入ってられると思うわ。水に、うん、毎日行ってるんでしょ？毎日行ってる。すごいよね。今日も行くし。すごいね。今日も行くし、うん、この後に、うん、くないですか？そう、すごいわ。ストイックじゃないんだよ、好きなの。ハマって、サウナハマる、これはハマる。ハマって、茨城編やろうじゃ、そしたら。え、やりたい、探しとくね、うん、あ、大丈夫、探すから。どこがいいかさ、いっぱい行って、ちょっと探しとくね、うん、あ、いい。汗結構かいてますね。かいてます、すごいよね。化粧ないね、なくなれないこれね。あ、そうやってね、そうそうやっていくとね、なくなっちゃう。汗を触らないのも化粧が落ちないポイント。触りたくなっちゃうよね、なんかね。触りたくなっちゃう。人が満してて。分かった。溶けそう。溶けそう。もう水風呂入りたい、うん、まだ。かわいいわ。暑い。めっちゃ汗かいてる。確かに。え、すごい腕。
私自分で全然帰ってないかも。なんで？確かに全然帰ってないね。ね、なんでだろう。すごい。でもなんかね、もともとあんまり代謝良くないから。え、じゃあサウナでさ、代謝良くなったらいいじゃん、ね、上げたい代謝、ね、健康になる。なる、めっちゃなるよ。風邪ひかなくなった。へえ、ね、じゃあ今の時期すごいじゃん。今そうなの。今の方がいいわ、ね、ミキさんとも喋りたいね。ミキさん呼ぼうよ。呼んであげて、可愛い声で。ミキさん、お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。わーい、豪華じゃない、ね、めっちゃいい汗かいてる。すごい今日今一浪流しました。一浪流。ゲストの、ゲストゲストのこの湘南ビーチサウナを作ってらっしゃるミキさんです。はじめまして。ミキです。お邪魔します。噂には聞いてたんですよ、はい、なんか女性がやってるテントサウナが3箇所あるっていうそれを聞いてたんですよ私は。いやー、はい、嬉しいです。いつから作ったの？サウナは去年の12月ぐらいから。ああ、じゃあなんで、はい、まだ半年ぐらいです。すごい。え、マナム作りたい。そうですよね、うん、サウナ好きだとサウナ作りたくなりますよね。そうなんですよ。もともとじゃあ趣味で好きで始めたって感じ。そうです、サウナもともと好き で私サーフィンもやってて海が好き で海でサウナを体験させてもらったらすっごいハマって、うん、なんかこれを自分たちだけで楽しむのってすごいこうもったいないなっていうか、いろんな人に広めたいって思って、うん、今この形。へえ、すごい。めっちゃいいです、ね、めっちゃいい。これご予約はもう満帆とか？今は、月の初めに大体翌月の予約営業日を出すんですけど、うん、半分ぐらいで毎月埋まっちゃう感じですね。じゃあみんなめっちゃ月始めに貼っとかないと、うん、そして貼っといてください。ぜひここはいいよ。超いいよ本当に。もうここ本当にすぐだって海バンって入ってない、ね、もう泳いでね、最高じゃん。戻ってきて外気浴よ。絶対来た方がいいですよね、うん、女の子来てほしいですよね。そう、女の子来てほしいです、ね、なんか女の子がテントサウナって、うん、サウナのイメージもまだあんまちょっとないですけど、うんうん、テントサウナってもっとイメージが湧きにくいかもしれないですよ ね女の子の、うん、女子会ここでしてほしい。してほしい。たまにやってる方いらっしゃいます。最高ですね。でサウナ入ってみんなでシャワーあるんで、うん、すっきりして綺麗にしてから、この湘南の海沿いのカフェとかでビール飲んで帰るみたいな。最高。え、待って、それやろう。お子さんだけ車なんで見ててもらうことになっちゃうんですね。今日どうしよう。ニスハちゃんもこう見えて二十歳なんで、はい、こう見えて二十歳なんで、ね、でいけますね。乾杯で。いや意外と強そうですね。お酒大好き。本当。今日しようじゃん。初乾杯。めっちゃいい日になった。いい日になった。まだ早い。時間とか予約はどのくらいでいくらぐらいなんですか？今は2時間制の貸し切りで1万2000円ですね、うん、え、待って、だって3人で来たら4000円？そう、なんでマックス6人まで。テントサウナ内は4人の交代利用なんですけど、6人まで行けるので、まあ、1人2000円ぐらい。え、来るこれ。絶対茨城の地元連れてくるでしょう、すぐ100% 連れてくる。え、いい、すごいね。でも確かにさ、ずっと2時間入ってられるわけじゃないから、うん、ちょうどいいよね。いっぱいの人数で来て入れ替わりで入るのが一番いいですね。外気浴中に次のグループが入ってとかって、うん、うん、地元連れてくる。男女ともに遊べるじゃないですか。そう、男女一緒に水着で入れる。そんな楽しいよ絶対。し今結構沐浴で ね、やっぱり厳しいんで、この仲間内だけでおしゃべりしながら嬉しい。バーベキューしてサウナしてとかもできるし。男女一緒に入れるとこもう少ないんだよサウナ、ね、あ、そうだよね。そうじゃんね。そうなの。デートとかでもね、ね、ぜひね、ぜひぜひ来てほしいですね、うん、サウナデートおすすめです ね、まあ、え、サウナデートしたいね。夢だ、夢だ、ね、夢のまた夢。絶対叶える、いつか叶える。マナも頑張る。できたらちょっとそのサウナ行く。ぜひ紹介します。予約がなんとインスタの DM でできるみたい。すごい取りやすいですね。そう、うん、フォームとかめんどくさいですね。なんで DM でいつ行きたいですみたいなご連絡をいただいて、で、細かい、例えば駐車場、近くの駐車場がどことかっていうやり取りをして、で、例えばバーベキューやりたいってご希望があれば、うちは一応できないんですけど、うんうん、バーベキューの機材レンタルをしている企業さんをつないだりとか、あとサップやりたいとかっていう希望があれば、うん、サウナ前にサップのできる会社さんをつながしていただいたりとか。優しそうね。じゃあ皆さんぜひインスタグラムをフォローしていただいて、はい、空いてる時に予約してみてください。
じゃあもうちょっと10分以上回ってるみたいなので、楽しみ。行きますか。入っていいの。入るの。いいんだよ。行きましょう。やった。すごい。うわー、すごい。
るわ。分かった、うん、え、すごい美味しい。なんかシュワシュワ感がさなくなるね。そう、優しくあるでしょ、うん、これですよ。最高だった、初テントサウナ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、作ってくださってありがとうございます。いや、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいです。もうなんか感想言わなくてもさ、今日伝わってると思います。海の感じとかで存分に。ここじゃないとあんなないもんね。ないですよ。そうそう、でも逗子とかはもっとチルできるんですよね、波で。今日波一番だったよね。怒られたもん、ハッピー。今日も今日で楽しかったけど、リラックスできる波でも楽しめるみたいなので、ぜひ来てみてください。本日のゲストははーちゃんでした。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。バイバイ。